もうちょっとで鈴の誕生日が来るんですけど、3人で撮った思い出の写真をプレゼントにしたいなって、うん、驚かしたいよね。すっごい喜ぶよね絶対。え？ハッピーバースデー鈴。え？何でいいの？誕生日おめでとう。嘘。待って、この写真はすごい。たくさんの思い出をギュッと1枚にシャッフルプリント。めっちゃかわいい。シャプライズしよう、富士フイルム。いや、CM だと聞いていたので、なんかまさかこう写真でこうサプライズを仕掛けて仕掛けられてるというか、こうやってもらってるって全然知らなかったので、あんなにびっくりした撮影は初めてでした。私自身もカメラがすごい好きで、写真を本当毎日のように撮っているので、よく共演者の方とか、はい、家族とかも撮るので、普通に共演者の子たちのみんなが楽しそうに笑ってるところを遠くから隠し撮りしたりとかして。隠し撮りもされるんですね。しますね。なんかすごいいいなって思う、そのみんなのそのまんまの楽しそうな表情とか、ふとした瞬間を撮るのがすごい個人的に好きなので、最近でもモノクロが自分の中ですごいマイブームなので。あ、そうなんですね。もう何に対してもモノクロって感じです。例えばこうどういう写真に対してこうモノクロにしようかなって思ったりするんですか？そうですね、なんかすごくいい意味で昭和っぽいというか、やっぱりなんかこう味が雰囲気があるというか、よく足元の写真とかも撮るんですけど。あ、足元ですか？はい。え、それはまたなぜ？なんでなんですかね。なんか足元に惹かれる靴とか。靴というか本当に立った状態でこの場からこう、あ、足をご自身の、はい、撮ったりすることも結構多いので、なんかそういう写真をモノクロにして撮ったりします。家族みんなで写真を撮って、なんかみんなで一緒に変顔したりとか。見てみたいですねそれは。みんなでこうなんかワイワイ笑って、ほんと爆笑してる写真もあればっていうのをすごい最近撮ってます。ちょうどお兄ちゃんが静岡に地元にいて、ちょうど東京に来て、はい、久々に家族みんなが揃ったってなって、写真撮ろうよみたいな。で兄弟3人で撮ったりとか、お母さんも入れて撮ったりとか、はい、してました。